こんにちは、元オリンピック日本代表の森高です。本日もアスリートプロジェクト森高の塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画はこちら、バタフライのリカバリー動作についてご紹介をさせていただきます。それでは動画の方をご覧ください。はい、ではちょうどですね、この呼吸をしたところの形になってきます。でこれは前回バタフライでもご紹介をした、この顔がこう顎が前に出ないようにね、顔をしっかり前に出している動作からこの肩甲骨の形っていうのになってきます。でこの時にね、少し胸のところをね、少し上げてあげると、この肩甲骨がこれだけ出てますから、腕が楽に回しやすくなってきます。でその時に、ではそのままゆっくり回して、このまま手を持ち、でこの時に意識してほしいんですけど、もう一度下げてくださいね。皆さんにちょっとここ気をつけてほしいんですけども、ちょうど今上がってきました。今手のひら今外向いてますよね。でここからよく多いのは、このまますってこう手のひらがそのままね、戻そうとしてしまうんですけど、ここで大事なのは、腕を回すときに手のひらを、じゃこのままゆっくり返してくるっていう意識で入水してくると手が回しやすくなります。要はフィニッシュして、もう一回見てみましょうかね。手だけ見てくださいね。ここから手のひらをスーッと下の方へ向けている形で入水すると、肩甲骨がそのまま自然に動かしやすくなります。そのままグッと回してしまうと、肩がちょうどその横のところで止まりやすくなりますので、戻すときは手のひらを返す、下に、ここから手のひらを下に返すような意識で、手を前に持っていくとスムーズに回しやすくなるので、そこを気をつけながら練習をしていただけたらと思います。はい、では今日はですね、このように、僕自身の動画を解説させていただきましたけども、もしですね、皆様がこうやって、定期配信の中で、動画を配信してよければ、ぜひ、動画を送っていただいて、このようにね、解説をさせていただきたいと思います。やっぱりどうしてもね、例えば僕の泳ぎだからね、どうしてもできるんでしょっていう部分っていうのも多分皆さんあると思いますし、逆にね、皆さんの動画を見ることによってすごく共感する部分っていうのがあると思いますので、もしよければですね、動画を送っていただきまして、解説できればと思います。まあちょっとね、動画の内容によったらですね、できない部分もあったりとか、全員が全員、流せるっていうのはちょっと確約ができないんですけども、ぜひこちらの方ですね、アクセスしていただいて、ご連絡いただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。